姫様の状態はどうだ？まだ若干サイコパワーに乱れがありますが、外からの干渉波は収まりましたので、じきに落ち着くかと。感受性が強すぎるのも考えものだな。だが、姫様は気丈にも祈りを捧げようとされている。このままサイコウェーブの照射は続行するのだ。リガミリティアと連邦の艦隊が動きを見せていますが、抑えきれるでしょうか？こちらも総力を挙げて作戦に臨んでいるのだ。そう簡単に近づくことはできんよ。ヨウカも動かせるようにしておけ。あれも出すのですか？こんな時のためにわざわざ回収して生きながらえさせてやったのだ。物言わぬ機械として動いてもらわねばな。リガミリティア、エンジェルハイローを止めようと必死だな。地球がどうにかなろうって言うんだ。今必死にならないでいつなるんだってな。もう少しだけ時間を置いて他の連邦軍との協力を待つものかと思いましたが、田代艦隊を潰したことで火中に乗っているとでも考えているのだろう。機運だけでエンジェルハイローの守りは抜けんさ。しかしこちらの図岩艦隊は出てくる様子はないようです。我々の艦隊に守らせるつもりかと。こっちは女王の弟が指揮してるってのに、いいように使われているよな。貴様、言葉が過ぎるぞ。やめろ、カテジナ。図岩は私を使っているつもりだろうが、そうはならんよ。リガミリティアを蹴散らせば、長く続く動乱で弱り切った連邦軍は崩れる。そうしたら私は、エンジェルハイローを戦争を喚起した者に向けて使ってみせる。その力をカガチやズガンに向けて使うのですか？タシロバコと同じ道を歩むと。同じではないさ。あの男は死んだが、私は成し遂げる。そのための力をつけるため、ザンスカールではなくジオンに連なっていたお前たちのような人間も受け入れた。あのまま朽ちるのを待つだけだった私に、復讐をする機会を与えてくださったのは感謝しています。復讐ね。何が言いたい？別に、俺はお前たちが何をしようとどうでもいいさ。この世界がひっくり返りさえすればな。お前たちにはこの戦いで存分に力を振るってもらう。期待しているぞ。復讐に燃えるアンジェロと危うさをはらむゾルタン、クロノクルはそのどちらも己の度量で制するつもりだ。それでいいのさ。この状況で生まれた真の強さを私に見せてちょうだい。エンジェルハイローが大気圏に突入するまでが勝負か。厳しいな。ジンジャハナムが作戦を急ぐのも無理はないわね。そういや嘘、親父さんと話したんだろ？どうだった？別に大したことは話してないよ。父さん忙しいみたいだから。そっか。君の活躍を期待している。あれが父さんとしてじゃなくてジンジャハナムとしての言葉だっていうのは分かっているけど、ねえマーベットさん、男って殺し合うだけの道具なんですかね？どうしてそう思うの？だって女の人は新しい命を作れるのに、男はその命が育つ環境を守るのが役目でしょ。だから外に出て働いているわ。戦争もそうなんですか？お父さんが戦争マニアに見えるんだ。母もですけどね。でも嘘を産んでくれたのよ。でもね、僕は嫌なんです。人殺しをしているところで成長するなんて。それはあのお父さんとお母さんが嘘を優しい子に育てたからそう感じられるようになったのよ。そうだったらひどいですよ。今の僕の状況って、鈍感とか戦争マニアに育ててくれた方が楽でした。ご両親には嘘が考える以上の理想があってあなたをそう育てたのじゃないのかしら。マニアは危険だから。でも僕はマーベットさんの赤ちゃんには
こんな経験させたくないな。気をつけるわ。ウソ、何か伝えたいことがあるんだったらきちんと伝えておけよ。それを素直に言えたら苦労はしませんよ。そうかもな。けど生きて話ができるっていうのはそれだけでも幸せなことなんだと思う。もしかして二人は。あの、ごめんなさい。そういう風に気を使いすぎるところだよ。お前はもっと子供らしくすればいい。甘えたっていいぐらいさ。父親っていうのはいつも一言足りないものだからさ。僕の父さんもそうなんでしょうか。残念だけど世の中には分かり合えない親子もいる。けれどあなたたちはそうではないと思うわ。僕、また父さんと話をしてみようと思います。次の作戦が成功したら親父さんも一段落するだろう。だから絶対に成功させようぜ。うん。私の励ましはいらなかったかしらね。新しい世代の命は私たちのような古い命より強いのかも。あなたもそうあってほしいものね。おい、 F91 とユニコーンの新装備の再調整が終わったぞ。すみません、無理を言ってつけてもらったばかりに。何、もともと用意したのはこっちだ。気にすることはない。けどおかげでさっきの戦闘でも助けられました。お？ V2 の装備がなんか増えてますよ。アサルト装甲だな。実はV2 の新装備の準備が進められていたそうなんだが、残念ながらこの作戦には間に合わなかったらしい。その代わりにあれを取り付けたというわけだ。フルアーマーの V2 ってことですか。バスター装備に干渉しないように取り付けられている。さしずめ V2 アサルトバスターか。ジオ次第で用意したものだから、あっちの2機と違って弾よけ程度にしかならんかもしれんがな。いえ、十分です。 F91 とユニコーンが強くなるってことは二人が死なずに済むってことでしょ。こいつ言ってくれるな。死なずに帰ってくるのはみんな一緒さ。はい。そろそろ時間ね。みんなくれぐれも気をつけて。マーベットさんもカルルたちのことをお願いします。行こう、みんな。ね、シーブ君。ああ、分かっている。エンジェルハイローの周辺に嫌な感じが漂っている気がする。この感覚は以前にどこかで。ガンダムが揃いも揃って一点突破でもしようというのだろうか。止めなきゃいけないでしょう。あんなものはカテジナさんたちは邪魔をしないでください。そう思うなら私たちを殺してみることね。うっそ。おっそ。機体はまだ動くんだ。なら通すわけにはいかないよな。こんなところで止められている場合じゃない。うっそ。お前はシャクティのところへ急げ。すみません、行かせてもらいます。 V2 に抜かれた。このまま行かせて。 V2 は追わせない。おのれ。ウッド、中心はもうすぐだ。こっちでももう見えてる。シャクティ、忘れられぬ人々よ、どうか心穏やかな時を思い出してください。そうすれば。何、冷たく暗いものが宇宙に。これは憎しみ、悲しみの心なの。シャクティ、何か変だ。静かすぎる。
なんだ、敵も味方もないのか。ラフレシ、どうして。セシリー、まもなくエンジェルハイローが大気圏に突入します。各機帰還せよ。まあシンガリはあれに任せるか。なんて冷たい心。そんなに命を消したいの。ものまで使うのか。なんだこの兵器は。敵も戸惑っている。死なないのか。なぜまたラフレシアが。まさか生きていたのか。引き上げるんだウッド。もう大気圏に突入する。まだシャクティが。これ以上は限界だ。でもウッソ、ウッソ、シャクティ、ごめん、止められなかった。光が、天使の輪が落ちてくる。あれは命を終わらせるものだ。この世界は命のもの。リタ、ミシェル、俺はもう一度飛ぶよ。こいつと一緒に。